さあ、8月4日土曜日、今日も始まりました、坂本彰弘の天まで届けということで、いよいよ8月スタートしましたけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、もう多分ん、まあ、先週も話したけど、学生の、ね、皆さんは夏休みに真っただ中、すごく満喫しているのではないかなというふうに思いますが、もう、あのー、僕の、ね、地元の八王子でも、昨日今日明日と、えー、3日間、 八王子祭りというねすごく大きなお祭りを開催しておりますして、ね、来る時もすごい人が、えー、溢れててで昨日もちょっとね、あのー、ストリート終わりでちょこっと行ってみたいなと思って足を運んできたんですけどまあ歩けないもう甲州街道というね、あのー、大きな通りがあるんですけどもその通りをね、えー、なんだろう挟む形というのかな両サイドに、えー、その夜店がぶわー と出ましですねで今日明日はもう甲州街道が封鎖されて、だ、えー、しやみこしや、えー、太鼓の演奏などがですね行われるというすごい大々的なお祭りなんですけれどもね、えー、行ってる皆さんはすごく、多分今ね、これ、聞いてくれてるあなたももしかしたらお祭り会場で聞いてくれてるかもしれませんが、えー、ぜひです、ね、お祭り会場で聞いてる皆さんは、ですね、えー、隣の浴衣ガールにね、えー、無理やり耳に持って行っていただいて、えー、ぜひ。 どうって聞いてもらえれば、えー、私のね、番組の評価もいただけるかなといううに思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、先週、あのー、立川なんかでもね、えーえー、花火大会とかありましたけども、隅田川もう仕しげの近くをねミダガ流れておりますが、隅田川もね、大花火大会ということでいかがでしたでしょうかテレビなんかでもね、隅田川の花火をやると思うんですけども、ディレクターの竹ちゃん見ましたか隅田川の花火は見,ましたよ見た,見ましたよあ、見れる あ本当にあ、すごくいいね、それ。うん。あ、本当に、そっか、そっか、もう、だから隅田川の花火もね、もう何万人というね、あの人たちが来るからね、もう、あれで何万人じゃ何十万人か、で、上げる花火が2万発とかいう、すごいよね、一回なんか生で見てみたいなというふうに思いますけどもね、えー、ぜひぜひ、皆さん、まだまだ夏は続きますので、えー、ガンガン満喫していただいてですね、もう本当に記憶の、 そこからこの2012の夏が消えることないようなそんなぐらいね焼き付けてもらえればなというふうに思いますでは今日もスタート45分はっきり聞いてくださいねよろしく。